この恒例の隙間、この隙間、コスプレイヤーさんが集まる隙間に来ています。それじゃあ早速ちょっとここにお気に入りのより飛び出てる 3D コスプレイヤーさんを連れてきますんで、よろしく。ファイナルファンタジー7のダージオブケルベロスの主人公のヴィンセントが変身した後の姿です。自作ですか？はい、まあ、こういうコスプレ業界のまあ、上手い人から教えてね、まあ、自称弟子勝手に盗んだみたいな、はい、もし新しく作ってくださいって言われたら15万ぐらい、まあ、1ヶ月は、はい、東京ゲームショー時代何回目とかですか？今2回目。2回目、前来た時よりも盛り上がり方が今日の方がすごいんで、もうバンバン写真撮られて、動けなかったですね。もうめっちゃセクシーなんですけど、あれですか、普段からそういうセクシーキャラばっか？いや、普段は男性キャラばっかり、はい、男性キャラしかしてないんですけど、ゲームしててすごいセクシーでかっこいい女性キャラなのでやってみよう。なんですかこれ、この衣装は？彦根の英雄、彦にゃんです。普段はファイナルファンタジーのフリーチャー、敵とか、鎧とかです。要は、キワモノ。化け物ですね。なんでもう今回、このキャラなんですか？間に合わなかったからです。ちなみになんか普段とかって、何やられてるんですか？まあ、全然もう言える範囲で。サラリーマンです。なるほど。この間バレましたね。まあ、いいせい、まだ大丈夫。長めのお世話になりました。さっきでも天皇様とトビがいたって女性でしたけど、女性の方が友達にならないですか、そういう方と？どうですかね、あっちがどう思ってるか。やっぱり男同士の方がつけやすいかな。いや、全然なんかもうそのキャラクターならもうグイグイ行けばいけそうですけど。全然違うキャラだから。来た瞬間イケイケになる感じですか？なんか変わんないですよ。あ、変わんないですか？変わんないですよ。逆になんでこうコスプレをすることによる魅力は何ですか？僕は高校生の時にちょっと聞いてから、その前、中学の時でほら仮想グリーとかあるじゃないですか。はいはい、それやってたからいいだろうなと思って、面白いから始めたような。すごいゲーム大好きなんで、はい、もうワクワクして。でもなんか、こんなんできちゃったけど。イベント以外でコスプレをして、なんかとんでもないところでコスプレをしたぞみたいな場所とかありましたら。なんか地元の、まあ言えないんですけど、ちょっと一つあまり来ない広場で、なんか散歩に来る老人とかの人が、なんだっけな、元気だねとか、卒業写真とか。過去に動物に吠えられたことってあります？あります、ね、あるんだ。やっぱなんかもうこわもてのやつやってるとかすると、遠くからでもキャラクターによってこう怖がられたり、いやーって来たりとかするんですけど。あれですか、中身もやっぱその都度変わる感じですか？で、とか、キャーとかがあって、そんなにいないんですけど。え、そのうーってキャラって何ですか、ちなみに？うーってキャラは実はありません。ない。ないですね。歌います？あ、歌います。ミングにしてやんよ。いやー、もういろんなコスプレイヤーさんの話は聞いてよかった。もうほんと 3D でしたよ。
やっぱ 2D のキャラクターより 3D ですから絶対。もうこれ毎年やりますよ。来年も楽しみに。